ソースのなさワールドウィンド仮想地球は地球の3次元コンピュータグラフィックスソフトウェアモデルである。地表面上の移動や多様な視座からの表示機能があり、その中には道路や建築物などの人工物から人工時計グラフなど抽象概念を描画したものまで含まれる。1997年11月20日にマイクロソフトがオフライン百科事典のエンカルタ98にて発表し、 オンラインでは2004年の NASA ワールドウィンドと2005年の Google Earth が有名である。主に学術研究や GPS デバイス接続による広報誘導に用いられており、デザインは用途に応じて大きく異なる。地球の正確な描写を重視するプログラムは多くの場合衛星画像サーバーを使用し、回転や拡大、地平線傾斜機能が利用可能である。大抵の場合、 空中写真の資座からは画像が不鮮明であることが多く人工物を強調するために簡略化し画像を重ね合わせる機能が含まれるその他の問題として空港や軍事基地などの機密性の高い場所が閲覧できることから世界各国がセキュリティへの懸念を表明している単純化した地図表現を重視したプログラムは描画処理が少なく高速で表示できることから 開発初期から現在まで広く普及している。より高解像度の衛星画像や航空写真が無料で入手でき、最新のオンライン仮想地球の多くはこれらの画像を取得し表示している。また、ザワールドファクトブックのようなパブリックドメインのオンラインデータベースが搭載されていることもある。以下は、その一部。仮想地球は、ニール・スティーブンスンの SF 小説、スノークラッシュにより、 広く知られるようになった。作中のメタバースでは、セントラルインテリジェンスコーポレーションが自社で開発したアースと呼ばれるソフトウェアをユーザーインターフェースとして利用し、地図、建物の見取り図、気象データ、衛星による常時監視から得られたデータなど、あらゆる地理空間データを追跡している。コンピュータを使って離れた場所の物理的な環境を再現するという概念の先駆けとして、 アスペンムービーマップというハイパーメディアシステムが1978年に MIT で発表され仮想地球の概念に影響を与えた。仮想地球の多くの機能はバックミンスターフラーによって考え出され、1962年コンピュータによって様々なデータベースに接続した巨大な地球儀であるジオスコープにまとめられた。世界の各地域における経済、地質、 天然資源の活用などに関する特徴を表示する教育ツールとして使われることが考えられた。ありがとうございます。